フランツ・ヨーゼフ・シュトラウスは、ドイツの音楽家。ビルト・オーズ・ホルン奏者であると同時にギター、クラリネット、ビオラの演奏にも卓越した腕前を持ち、作曲も行った。バイエルン国立歌劇場の首席ホルン奏者を40年以上に、渡って務める一方、ミュンヘン音楽、演劇大学で教鞭を取り、指揮者でもあった。シュトラウスはおそらく作曲家。 リヒャルト・シュトラウスの父として最もよく知られる。息子の幼少期の音楽的成長に大きな影響を与えた。彼は息子を古典派へと向けさせ、当時の様式からは遠ざけた。作曲家としてのシュトラウスは、ホルンのための楽曲によって記憶される。二つのホルン競争曲の他に、数多くの小規模作品を残した。シュトラウスは、バイエルン王国のパルクシュタインに生まれた。 父のヨハン・ウルバン・シュトラウスは不安定な性質の持ち主だった。マリア・アンナ国軍でバルターとの間に生まれた子供たちは死生児でしつけはマリアに任せきりにしていた。彼女は大きな音楽一家の生まれで兄弟にあたるゲオルク・バルターが子供たちの音楽教育を行った。ゲオルクはシュトラウスにクラリネット、ギターに加え様々な吹奏楽器の演奏法を教えた。 9歳になったシュトラウスは別の叔父で軍楽隊の指揮を取っていたフランツミハイル・バルターに弟子並びに演奏者として引き取られた。ゲオルクの息子であるベンノ・バルターは後にフランツの息子リヒャルトにとって最初のバイオリン教師となりリヒャルトから複数の作品を検定されている。15歳になるとシュトラウスはゲオルク・バルターを介してミュンヘンのマクシミリアン・ヨーゼフ・イン・バイエルン公爵の 施設管弦楽団に任用され、その後10年同楽団に泊まった。シュトラウスは、自らが演奏できる楽器の中で、ホルンが最も自分に適していると徐々に気づいていき、ホルンのための楽曲を作曲し始めるようになる。最初期の作品には、ロマンス、レアデューやシューベルトの、セインスーツワールザーに基づく幻想曲などがある。両曲ともホルンと管弦楽のための作品であるが、 ピアノ伴奏版も書かれている。1847年、シュトラウスはバイエルン国立歌劇場の一員となる。1851年5月、エリーゼ・マリアザイフと結婚して一男一女を設けた。しかし、息子は1852年に10ヶ月で死亡し、1854年にはこれらで妻と娘も亡くしてしまう。その後しばらく独身生活を送ったシュトラウスであったが、 1863年に裕福なミュンヘンの裕福な醸造業者の娘ヨゼフィーネプショールと結婚した。二人の間には1864年にリハルトゲオルク、1867年にベルタ・ヨハンナが生まれている。1865年にシュトラウスのホルン競争曲第1番が彼自身をホルンソロで初演され、彼はソリストとして引っ張りだこであった。 指揮者のハンス・フォン・ビューローはシュトラウスについてホルンのヨアヒムであると述べている。1871年にミュンヘン音楽演劇大学の教授に就任。1873年にはバイエルンの宮廷からカマームジー・カーの地位を授けられた。シュトラウスは古典派音楽を偏愛しており、中でもモーツァルトの音楽を好んでいた。また、特に ハイドンとベートーベンを称えていた。君主であり雇い主であったバイエルン王ルートビヒ2世はワーグナーによる新しい音楽を国立歌劇場で上演して普及に急しんでいたが、シュトラウスはワーグナーの音楽に共鳴していなかった。シュトラウスが同時代の音楽を毛嫌いしたことは、息子、リヒャルトの幼少期の音楽観の形成にも影響を及ぼしている。リヒャルトは、 伝統的な方法で作曲を開始し、ミュンヘン大学在学中に、父の影響下から脱して、初めて同時代の音楽に惹かれていったのであった。人としても音楽家としても、ワーグナーから距離を置いていた、シュトラウスであったが、彼は、その厳格なプロ精神によって、自らの持つ卓越した技術のすべてを、ワーグナーの学劇における重要なホルンソロに、捧げていった。シュトラウスは、 トリスタンとイゾルで、ラインの黄金、ワルキューレの初演で、ホルンパートを率いた。ワーグナーは、シュトラウスは大嫌いな奴だが、彼がホルンを吹いたら誰も不機嫌ではいられない。と述べている。指揮者のヘルマン・レイビの招きにより、シュトラウスは、バイロイト祝祭劇場で行われた、パルジファルの初演でも舞台に上がった。重症のインフルエンザで患らい18ヶ月にわたって、 ホルンを吹けなくなった時期があったが、ビオラ奏者として、国立歌劇場での演奏は継続し、その技量をもって、タンホイザーのミュンヘン初演に加わっている。1875年にアマチュアオーケストラ、ワイルドガネルの指揮者に選出されたシュトラウスは、21年間に、わたってその職を務めた。奏者の中には、息子のリヒャルトもおり、そこで、 実用的な還元楽法を習得するとともに、初期の楽曲をこの楽団のために作曲している。シュトラウスは1889年に歌劇場還元楽団を引退するものの、その後も数年間は指揮と教育を継続した。彼はミュンヘンで83年の生涯を閉じた。ありがとうございます。